どうして君がここに。何？もしかして二人とも知り合い？知り合いも何も、俺の高校時代の後輩なんだ。え、マジ？シュウ知ってたの？いや、さすがに知ってたらわざわざノアに連絡先を調べてもらったりしなかったよ。おお、こないだのハッキング以来これだったんだ。賢明な反応だね。ちょっとノア、シュウ、何したの？別に、この曲をアップロードした人の本名と連絡先を教えてって言われただけ。ああ、とりあえず一旦落ち着こう。ノア、シュウ、その話は後できっちり教えてね。はいはい。別に大したことじゃないよ。大したことだよ。それより、どうしてここに来たの？何か変なこと言われたりしてない？いや、全然大丈夫そうに見えないんだけど。何があったの？教えてもらっていい？じゃあ、昨日うちのグループチャットに入ってきたのが君だったんだ。というかシュウ、そんなメッセージを俺たちに隠して送っていたのか。事前に相談したら反対されるんじゃないかって思ってさ。ま、するだろうな。俺たちの仕事は遊びじゃないんだ。僕は結構面白いと思うけどね。曲意外といいし。そりゃそうだよ。彼女の曲は夢をくれるんだから。うって、そうじゃないよ。いくら本名が知られてるからって、あんな怪しげな呼び出しに応じちゃダメだよ。危ないじゃないか。この曲を大切に思うなら、そんなことを言ったのか、シュウは。シュウらしいやり方だな、まったく。昨日のやりとりで見込んだ通りだ。何？どういう意味？本物の作曲家ならあの言葉で動いてくれると思ったってこと。彼女が音楽に本気で向き合っているかどうか、それを僕は見たかったんだ。それに彼女は僕たちの熱烈なファンじゃないっていう想像も当たったみたいだって思ってさ。そうか、昨晩のあれは本人が俺たちのファンかどうか見極めるためにルームに呼んだというわけか。そう、アルティウスのファンなら絶対に昨日のチャットで何かしらの反応を見せるはずだって思ってね。確かに、普通なら本物って聞くよな。
もしくはなりすましじゃない証拠を見せてとかね。確かにな。でもこの子は違ったってことか。なるほどな。そうだったんだ。試すようなことをしてごめんね。シュウの考えは分かった。だが相談なしに本人を呼んでいいかどうかは別だ。そうだよ。というかプロデューサーのコンペをするってどういう意味？ちゃんと聞かせてもらえるかな。言葉通りの意味だよ。僕たちはアルテウスにふさわしい楽曲プロデューサーを自分たちの手で選びたいと思ったんだ。一応プロデューサー候補者を何名か伝えておいたと思ったんだけれど。あの微妙な歌詞書くやつのこと？あの人たちはちょっと遠慮したかったな。てかヒカルが選ぶ人みんな時代遅れなんだよね。どの人もどうしても納得できなかった。だから僕たちのために競い合ってほしいって思ったんだ。じゃあもしかしてそのコンペに彼女も参加してもらいたいってこと？そういうこと。さすがヒカル、察しがいいね。もちろん自信がなければ参加はしなくていい。僕たちが欲しいのは本気で取り組む人だから。だからといってコンペなんて。しかも俺に黙って連絡もしてるし。だってそうでもしなきゃ本気で僕たちのこと考えてくれる人が来てくれないじゃん。僕たちは本気なんだ。真剣にアルティウスに向き合っている。だからアルティウスに関わる人には真面目に取り組んでもらいたいんだ。うん、そうなんだ。分かってもらえて嬉しいな。コンペ用の曲の提出期限は1週間後。他のみんなにはそう伝えさせてもらってる。それでどう？君もコンペ参加できそうかな？自信ない？結構堅実なんだ。そうだよね。そう思うのも当然だと俺は思う。でもさ、俺個人で言えば君にコンペに参加してもらいたいって思ってるよ。だって君の作る歌は本当にすごいんだ。俺が今ここにいるのは半分以上君の曲のおかげだから。忘れちゃったかな。何何その話、詳しく聞かせてよ。ああ、俺も気になるな。どういう意味だ？ああ
実はさ、高校の時に彼女に曲を作ってもらったことがあるんだ。あの曲に背中を押されて、俺はスターライトプロダクションのオーディションを受けられた。オーディションを受けたって、もしかしてヒカル、元アイドル志望？実はね。最初は俺も、アイドルを目指してたんだ。結局、途中で自分のやりたいことは、アイドルが輝く手伝いだったんだって気づいて、マネージャーの道を歩んだけれど。でも、あの時彼女が作った曲に励ましてもらわなければ、この場所にさえ、たどり着けなかったと思うんだ。彼女の作った曲が、俺の背中を押してくれた。アイドルになりたいって思いながら悩んでいた、俺の背中をさ、オーディションを受ける勇気をもらえた。だから今の俺がある。今ここにいられるのも、全部君のおかげなんだよ。俺こそ嬉しいよ。ようやく伝えられた、あの時の感謝を。だから、俺は君の曲を信じてる。本当はずっと、君の曲を聴きたいって思いながら生きてきたんだ。ヒカルに、ここまで言わせるとはな。そうだね。さすがに俺も興味が湧いてきたかな。俺も聴いてみたいな。このヒカルを本気にさせたような曲。だ？俺たちのために君も本気になってみない？ハニー？ダメだよ。そんな嘘をついちゃさ。フィン？急に何してるの？試してるのさ。この木なせフィンの顔を見ても動じないかどうかね。これは見どころがあるな。この俺の顔を間近で見ても全然平気な顔してる。悔しいな。もっと赤くなってくれてもいいんだよ。全然平気みたいだ。さすがだね。いや、そりゃ、っていうか、そろそろ離れてもらいたいというか。でもこの子、まだ俺たちのファンじゃないんでしょ？なら、俺たちの魅力を知ってもらわなきゃ。例えば、こうやって。そりゃひどいな。
本気出さなきゃダメみたいだね。俺に夢中になって俺たちのために曲を書いてみせてよ。光の背中を押したような曲をさ。君の作曲家魂ってやつを。ま、つまんない曲書いたら容赦なく落とすけどね。こらこら、そんなこと言って萎縮させてどうするのさ。と言っても俺もリアンには同意見なんだけどね。挑むなら本気でやってほしい。そうそう、僕たちが歌いたくなる曲じゃなきゃ絶対歌わないって決めてるんだ。妥協はしない。だから俺たちはボイコットをすると決めたんだ。それだけは理解しておいてほしい。でも大丈夫、僕は君ならできるって信じてるよ。ああ、本当さ、この行こうが衆が保証する。衆、すっごい褒めるじゃん。あの曲を聴いた瞬間見えたんだよ、新しいアルティウスの姿がさ。だ、確かに衆の張った曲には期待できそうな雰囲気があったな。あれ以上の曲を作れるんじゃないかっていうね。そうだな、その期待感だけは俺も感じた。わかる、あれ以上の曲があったらすっごいいいアルバムになりそうね。ね、作ってくれる？この5人が気に入る曲を書ける人なんてめったにいないんだ。拘束時間はこのアルバムを作る間だけ。その後はこんな無茶言わないってちゃんと約束するよ。だから君にはこのコンペに参加してもらいたい。俺からも頼むよ、君の一ファンとしてさ。